まあじゃあちょっとね、助けてほしいらしい。うん。もしもし、えっと、はい、今の旦那と結婚したのが、平成26年の4月24日。で、私には連れ子が一人いて、今の旦那と結婚したんですけど、で、私が小学1年生の頃に交通事故をしてて、と障害年金の手続きに7年かかったんですよ。ええ。 結婚してから主人がしてくれたんですけど、うん。えっと、結婚してからずっと主人一人の収入で生活してきてて、で、子供二人いるんですけど、男女の子と男の子なんですけど、はい。二人とも障害持ってます。はいはいはい。うん、えっと、上の子が、うん。えっと、今、11歳なんですけど、十一歳、はい。死の死数ええ。 が6歳なんですよ半分、はい。で、下の子も、えー、えっと、障害を持ってるけど、えー、その障害はだんだん良くなって、もう、病育手帳とかは持ってないんですけど、ええー。で、私にも障害があって、はい。えっと、工事の機能障害。高事の機能障害聞いたことないのはい。で、私の知能指数が、はい。14歳ぐらいなんですよ。はい 14歳ほうほうほほなので働いても周りの人と話が合わないんですよね、えー、で,でしょうねはいで覚えも悪いから同じことを何度も聞いてしまうしええー、だから旦那の方は働かなくていいって言ったんですけどでも旦那一人の収入なので滞納とかきっと多いんですよねあ今なんか滞納してるものがある これはまさか滞納してるのが、えっと、水道と電気と保険料。保険料、はいはい、あとは主人が金銭管理してるので、えっと、旦那さんは別に何かしらの障害を持ってるわけではない。あないです。わかりました。でまあ水道とか<で><あ>保険を滞納している。はい、で、うんえっと、料理は作れるんですけど。料理は作るはい。 作れる料理が、ほんとちょっとしかなくてで、毎回同じになってしまうし、<ー>で、お金がないっていうのも原因で、主人と喧嘩とかすると、どうしていいのかわからなくて、物を投げたりとかしてしまうんですよね。はあはあははあ、は子供らしいですよね。で、主人も、その熱中症とかになりやすいので、熱中症になりやすい職業ってことですか。うつ病も持ってるので、うつ病を持っている。ふんふん でうつ病でちょっと体調悪いってなると、うん、やっぱ収入が少ないんですよねええー、今どれくらいなんですか収入月にえっと4人家族でうんえっと働き出したばっかりなので収入が今ないです収入今ないないですじゃあ今月はどれくらいもらえる予定なんですかね今月ちょっと旦那に聞かないとわからないです、ま、じゃあ、えっと、前は働いてた時はいくらもらってたんですか 15、6万。15、6万。4人家族で15、6万。ああ、まあ、はい、なかなか大変そうですけど。はい、まあ、<で>ほんで私の年金、<え>障害年金。ああ、そういうのもあるのかうん。もあるんですけど、旦那が体調を崩すと、やっぱり収入がな,ないので。ああ、それをね、当てることになっちゃうんですよね。借金。借金。借金しないといけないんですよね。えっと、今、借金あるんですかえ、ね、あります。い,いくら 50万か60万ぐらい。50万か60万の借金が。これはちなみに今回どういった相談なのでしょうか、えっと、正直に言ったらあ。正直にいいですよ。はい。別にそれは。滞納、えっと、してる分、水道とか、滞納してる分を払いたいんですよね。払いたい。あ,あじゃあ払、頑張ってくださいって終わり。それで終わりです。できれば、はい、お金を貸してほしいです。なるほど。 お金を貸してほしい、いくらできれば200万ほど。<laughs> ちょえっ、200万 ?200 万。滞納してる分とか。<え>貸してほしいってことですかお金を。貸してほしいです。借金50万でしょ残りの150万は一体な何なんですかえっと、ちょっと旦那の方に変わってもいいですか旦那さん。<laughs> ああ、まあ、いるんですか今横に。ちょっと私、話が下手なので。 えでもその200万借りたいっていう話じゃないですかでもその200万が一体どのものなのかは分かってないとダメじゃないですかわ分からないですか、えっとりあえずななんとなくですよ私の借金,の借金とあと水道電気保険料たまってるものを支払いたいんですよ、ね、水道電気保険料で150万いく親にもお金を借りてて親にも借りいくらいくら借りてるかちょっと分からなくても。 200万借りたい理由がちょっとよくわからないんだよね、200万借りたいってことは、なんかこう、いろいろ滞納してる金額の計算して、合計、まあ、例えばじゃあ、195万円でしたとか、だから200万借りたいですだったらわかるんやけど、だから何がどれくらいかかってるかを教えてもらわないとこう、はいね、いきなりそんな200万貸してください、わかりましたってならないじゃないですか。はいそうで、そらく電気とか水道で150万もたまることは絶対にないんで。 なんでその内容を教えてもらえたらまずあじゃあ旦那の方に一回変わりますあ旦那さんがじゃあ詳しいのねはいちょっと待ってください <laughs> ちょっともう気まずいんだけどこれ何、ね、あすいませんもしもしはいえっとマネーのこれのものですあこんばんははいえっ、ー、と今奥さんから話を聞いなんですけど200万円を貸してほしいということをお伺いしましてですねはいえっと200万円 そうですね。できれば。200万円できれば貸してほしい。はい。えっと、内訳の方聞いてもいいですかね。内訳。はい。もう、たまってる支払いが、ええ。たまってる支払い、200万、ね、大丈夫なのこれ。まあ借金の。<laughs> どっから俺のとこに行くんのこれ。一本ですね、借金。えっ、ー、と、借金が200万円あるってことですか借金ですね。うん。借金。 のああえっ、ー、と、先ほど聞いた話だと、借金は50万円ほどっていう話を聞いたんですけど。いや、トータルしたら、やっぱり100万以上あり,ありますね。100万以上ある。どこから借りてるんですか、うん、ちなみに借金は。楽天とか。楽天うん、楽天で、楽天でそんなサ,サービスあるんやん。後払いとかじゃなくて楽天でできるんや,んいや。いや、あの、クレジットカードとか。それってあの、借金っていうのは、金融機関から借りてるお金じゃなくて、 ローンとかかの話ですかいやあの、クレジットカードですクレジットカードの後払いシステムでいろいろ支払って、それを払ってないってことですかそうですよ。払えてないってことですよ。なるほど。まあ一応ちょっと皆さん聞くか、えー、っと、まあでもおそらくですね、200万は難しいと思うんですよ。はい。うん。まあ、も,もしかしたら少しでも支援しますよっていう人はいるかもしれないです。はい。 借金が、要は200万ぐらいあるのに、どうやって生きてくんだ、これ今後。えっと、それを、借金を全部返したら、その分楽になるじゃないですか。もちろん。えー。で、あの、打ち明けが何もわからないんですけど、結局。何知ってると。ん知ってないんあ、何ですか知っないとか何ですかなんて言ってます聞こえないですよ。もしもし あ、ま、もしはいな,なんて言ってるそのクソジジイはえっと <laughs> 機嫌がちょっと悪いんですよね機嫌が悪い二0 0万借りようとしてるのに<笑><笑><な>寝起きっていうのもあるんですよで寝起きいやでもそれはおかしくないなあすみませんねあの申し訳ないです機嫌が悪い中でもちょっとその二百万円貸してほしいっていうのはやっぱりある程度こう打ち上げが分かってないと簡単にこう言っちゃいけない言葉だと思うんですよね はい、じ,ゃじゃないですか、200万例えば貸して、本当にそれが全部借金に使われるのかっていう話じゃないですか、例えば。はい、はい、なので、ちょっとね、あの聞いているんですけども、まあ、わ,わからないんですかね、取りま200万みたいなもう適当なあれなんですかね。適当ではないです。だから200万円って言ったってことは、まあ、なんかこう、いろいろ見て200万だと思ったんじゃないのえっと 恥ずかしい話なんですけどあはいはいい,やいいですよもうすでに恥ずかしいんで、えっと、今住んでる家が私のおじいちゃんのお兄ちゃんが住んでた家なんですよおじいちゃんのお兄ちゃんが住んでた家はいでお風呂なんですけどはい五右衛門風呂なんですよね五右衛門風呂はい五右衛門風呂ってなんだあのたるみたいなやつ <laughs> たるみたいな <laughs> いいじゃないですかでも,でも使えないんですよ見せてもらっていいですか お風呂に入れないから困ってる楽しい今それ言いたいのはあシャワーはありますまあ,おふああそうなん。いやお風呂に入れないんだったらかわいそうだなと思うけどね子供もいるからお風呂の方はシャワーがあるんですよあとトイレが汲み取り式なんですよねああボットン便所はい、うん、なので子供も障害があるので、うん、落ちてしまうってこと落ちてしまったらって考えちゃうんですよねはあはあなるほどねうん で、リフォームしようにも。っやっぱ、なんか、そういう補助金かも、なんか、受けられないって言われたんですよ。そりゃ、そうやろ。リフォームだしね。リフォームは贅沢だし。トイレの話は、まあ、分からんでもないんですけど、え、風呂はどういう話ですか。その、五右衛門風呂だから、何。えっと、五右衛門風呂なんですけど。お湯ためちゃうと、中が錆びてるので、もう、錆びみたいな水なんですよ、ね。あ、<湯>そういうことか。 <で>それはサビ取りできれいにすればいいいだだけのの話なな無理なんだサビ取りはやってないんですけどやらないとサビはどんどん増えていくでしょう増えていきますえそれ見してもらっていいっすかどれぐらいのサビかえちょっと待ってください、ね、ワンちゃんのサビだけかい解消できるか <laughs> もしれなああえっ火であのお湯を温めるやつじゃないですよね火で温めるやつですああほんまの五右衛門風や<れ>いやこれは風呂これ風呂 これ火で温めるんですか？これ火なんだけど。え、これどうやってお湯なんか水が溜まってるけど。あ、これ水がはかないんですよ。うわマジで,で。どうすんのこれ？壊れてて。どうすんねこれじゃあ。ババケツで組んで。ええー。ないんですよ。あ、そう大変やね。これはでも入らない方がいいレベルで汚いね。いやだから子供も入れられないんですよ。えでそのシャワーがあるんでしょでもそのシャワー見してよ。 そうありますあーでもこれでよくね <laughs> やっぱ冬場は寒いんですよねあー温まりたいってことはいでもこれ水はけないんだったらまたすぐ錆びるんじゃない溶接されてるんですよね穴のところがなんで穴があのなん、えーえぇーほまあもう昔の人のだ風呂ってことだよねこれこれどうなのみんなこれ錆これ綺麗なんのこれなんかいろいろやったらこれでも綺麗になるだけでだいぶ違いますよね違います でトイレが危ないっていうのはトイレも見せてくださいよトイレも、うん、ちょっと待ってくださいねはいはいはいえこれ落ちるのこれそのままスポンってんか思ったより綺麗だけどいやまあ怖いなえそれ穴になってるってこと穴になってますまあ確かに怖いな怖いけどこれでもそのまま人間落ちるか落ちはしないと思うん落ちないだろう思ったより綺麗だなまあトイレ風呂はいいっすよまあ正直はい200万っすよねはい えっとわかりましたまあじゃあ以上ですかね話としてははいはい皆さんこちらのね、えー、貧困家族はい支援してもいいという方がいれば連絡してくださいえー、っと2分待ちますこの問題を解決するには自己破産しかありえませんだってえっと自己破産の手続きはしようと思ってますはいあと200万貸して返ってくる保証がなさすぎて貸せませんだって、えっと、もし200万貸してもらっても10万ずつ 返していくっていうのじゃ無理でしょうか絶対無理っすよねだって子供これからどんどんお金かかるのに十万は絶対無理だと思いますえ貧困状態で子供の環境に悪いです収入が安定し普通に生活できるようになるまで子供たちを自相に預けるという覚悟あるなら多少支援しますなんだこいつ <laughs> え今自相に預けてますよえ家に子供いないんですかいないです二人ともクソっすね クソっていうか8月も収入がないから子供が何も食べれないってなるよりも、うん、そういうところに預けて、うん、あ、でも25日には帰ってくるんですよ,よはい。別に捨てたとかそういうのじゃないんですよ、うん、だって自分自分たちは食べなくても大人だから我慢できるじゃないですかはい。家にあるものご飯とふりかけていいじゃんとかなるけどさすがに子供にそういうの食べさせたくないじゃないですか なので旦那がその預けようって言って大変ですあのまあその我慢できるんだったらタバコも我慢しろよカスだそうですうん、うん、<laughs> まあごもっともですね食よりヤニかやはりすいません、はい、えっと2分経ったんですけどですね、うん、えっとなんと、えー、クーポンも、えー、支援も何もなしです今回はい なんでも私が悪いのでまあそれはそうなんだけどすいませんがこれはやはり200万ってのはちょっと無理っすね普通にじゃあまあ本当に止まりそうになったらまたねじゃあ連絡してきてくださいはいわかりましたはいでは <laughs> まあ皆さんも叩かないであげてくださいもうきついって言ってるんやからもう本人がね何これほんま <laughs> てかなんかさなんだろうな最近のマネーのこれ、ま、限度を知らないよねどっから鍵つけてくんのこれやる前から無理なの分かりそうだけどね